今回やっていくのは、新アニメ、ドールズフロントラインということでね、えー、冬アニメもですね、まあ、ぼちぼちスタートしているかなっていうところなんですけれども、えー、冬アニメ1本目に取り上げる作品は、 ドールズフロントラインということで、いや、そこくんのかいって話なんですけれども、結構ね、あのー、1話が、ま、いろいろな意味で印象に残っておりますので、話したいなと思いました。はい、ということで、えー、ドールズフロントラインアニメ1話を視聴しての感想を話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、ドールズフロントラインの概要をざっくり話しますと、ソシャゲアニメとなっております。はい。えー、中国初のソシャゲが元となっておりまして、まあ、それが日本版になりまして、まあ、ドールズフロントラインという名前でリリースされたんですけれども、 まあ、それのアニメ化となっております。はい。ということでね。まあ、どんな話かっていうと、まあ、めっちゃざっくり言うと、まあ、銃持った女の子たちが戦う話です。はい。あのですね、第1話は、まあ、説明がね、冒頭にダ,ダダダってされるので、結構ね、いきなり、あの、情報量多かったんですけれども、えー、っとですね、2040何年とかそんな感じで、まあ、第3次世界大戦が行われた後みたいなね、世界観になっておりまして、まあ、世界中で、えー、まあ、人型の、なんか、 戦術人形っていうのが作られましてね。まあ、それが戦ってるみたいな世界ですね。<laughs> めっちゃざっくり言ってますけど。んで、ある時、まあ、鉄血工業だから、そんなところの、えー、その人形がですね、まあ、暴走してしまって、それの原因を確かめるために、あの、とあるね、舞台が派遣されてるみたいなところから、物語が始まっていくという形となっております。はい。で、ここからね、本編の内容に入るんですけれども、本編というか気になったところ話していきますね。はい。でまず、このアニメ見た方はですね、多分、 90%ぐらいが、ま、ここだよねっていうと思うんですけれども、オープニングですよね。うん、オープニングに100%振っちゃったみたいなアニメかなと思いました。めっちゃかっこいいんですよ、オープニングが。なんかね、あのー、口で説明するのは難しいんですけれども、ゴッドイーターの映像にすごい似ていて、まあ、それをすごい洗練させたみたいな絵柄になっているんですけれども、超かっこいいんですよね。うん、そんなオープニングから、どんな、 アニメの中身入ってくるのかなと思ったら、うん、なんか、まあ、普通みたいな <laughs>、そんな感じでございまして、その落差がすごかったんですよね。ということで、もうオープニングの満足感はえげつなかったですね。はい。で、中身はね、うん、なんか一話は最初言った通りな感じのストーリーで展開されていくんですけれども、まあ、ずっと銃撃戦やってるので、そんな見どころはそんなにないですね。銃撃戦がいわゆるメインになってくる作品であるんですけれども、その銃撃戦がすごい凝ってるかって言われたら、まあ、そうでもなくて、割となんか棒立ち って言っちゃう悪いんですけどもそんな動きがなかったんですよねそこら辺ちょっとメインとして持ってくるテーマをこれの感じで第1話がこんな感じだと ちょっと今後どうなのかなっていう不安はありましたね。はい。まあ、本編を見る限りかなりシリアスで世界観が重厚っていうのが売りだと思うんですけれども、まあその設定とか諸々のところがあまりその見ていて伝わってこなかったというか、まだ一夜の時点なのでまだ何とも言えないっていうところがあるんですけれども、なかなかちょっと一夜を見る限りすごい口でとにかく説明しなきゃみたいなところがすごく伺えたので、ちょっとこれをアニメとして見ていくのはなかなかその世界観をうまく伝えるのは大変そうだな と思いましたね。ちょっとこの感じだと。はい。あと一つ、A パートの、その最初の戦闘ですかね。が行われるあたりで、この劇版、あの、BGM が流れるんですけれども、その音がですね、異常にでかいんですよね。うん。このセリフとの、このボリュームのバランスどうなってんのかなっていうぐらい、BGM の大きさがめちゃくちゃにでかくて、びっくりしました。 まあ、個人的に1話見て思ったのはそんな感じでしたかね。はい。ちょっと1話のつかみとして、これはちょっと今後心配になってくる感じはありました。はい。アニメ始まる前から監督がね、あの、メルヘンメドヘンとか、ピーチボーリーバーサイドとか、ゲキドールの監督だっていうことで、あっていう感じだったんですけれども、まだね、何とも言えないです。はい。まだ話的には何とも言えないんですけれども、はい、今後も見ていきたいかなと思いました。ということでね、え皆さんどうましたらぜひともね、コメント欄にお書きください。それではまた。